お疲れ様です。今もう4時45分になりそうですけど、これからちょっとお腹空いたんで、お昼じゃないですけど納豆を食べます。で、一応今日、今なんだっけ、ドン・キホーテでさっきスマホのホルダー買ってきたんですよ。で、今それで撮影してるんですけど、本当皆様のおかげでもうすぐで1000人いきそうです。で、時間が足らないので、これからもこれを使って食べてる動画を上げてちょっと時間を稼ごうかなと思ってます。すいません、時間が本当に短いんで。なんでいつも自分が短い動画にするかっていうと、自分がね、結構ね、長い動画って見ないんですよね。まあほら、野球関係とか、あと最近ね、U字工事の栃木飯っていうのにハマっちゃって、で、ああいうのを見るときは普通に見るんですけど、大体基本的に、まあ猫の動画とか、大体ね、短いから、短く、なんすかね、分割して見てるんですよね。なんで、自分がそうだから、まあ、なるべく短い動画の方がいいのかなと思って、動画してるんですけど、で、これからちょっとご飯、納豆食べます。うん。やっぱり、熱々ご飯で食べたいんですよね。で、今日も6時45分になったらゆきちゃんのとこ行ってきます。それで何だっけ、動画いつも視聴してくれてる人からのコメントで、最近野菜食べてないと。で、今日は野菜も晩ご飯食べたいと思います。だね、ドレッシングがないから、ネバネバすげえ。ドレッシングもね、買ってこないとね。またコンビニ寄ってドレッシング買ってきます。納豆食べ終わりました。ご視聴ありがとうございます。